パンチェンラマ9世、トゥプテン中期にマシは、第9代のパンチェンラマである、新帝国チベット出身、チベット人、パンチェンラマ8世の天照霊堂として認定され、1888年の1月にパンチェンラマ9世に就位した。チベットの創始国である新朝はこれを、祝い白銀を贈呈した。フランシス・ヤング・ハズバンド率いるイギリス帝国軍が、 チベットを1903年に侵略すると1905年にイギリス帝国インド領を訪問。1911年には新朝がイギリス帝国軍に反撃するのをチベット第一の都市であるラサシで協力した。ダライラマ13世がロシア帝国やイギリス帝国に接近したのに対して政治的に対立していたパンチェンラマ9世は創始国である清朝を頼った。 侵害革命で清志が滅亡し、イギリス帝国の支援を受けた、ダライラマ13世との権力闘争に敗れると、最終的には1923年に中華民国に亡命した。1937年6月23日、青海小玉樹で入尺。タシルンポジの大魅力殿には、パンチェンラマ九世が主催して制作した魅力仏像があり、これは、 世界最大の同性の座仏像である。ありがとうございます。